おはようございます。ティネット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。体の代謝について話したいんですけど、僕って昔まあ食べても太らない体質だったんです。25までかな、25くらいまで食べても太らない体質だったんで、まあ、余裕でねポテチとかいけたんですけど、最近はねもう全くもって控えるようになりましたね。はい。なんでかって言いますと、さっきも言った通り25を過ぎた後に一気に代謝が悪くなり、同じような食生活を続けていると初めは笑っていたぽっこりお腹になってしまって、よくライザップとかね、あるじゃないですか、ライザップの CM とかで、ぽっこりお腹、ポポポポポポンっていうやつ。ぽっこりお腹になってしまいましたね、私。これは有意識したいです。急いでリングフィットアドベンチャーをしなければ。まあ今回はね、結構オーソドックスなチームが始まります。裁きの杖っていうね、武器を装備したのは、ちょっとお供にあんまり活躍、ね、お供に活躍してほしいからなんですけど、なんでお供にあんまりって言ったさあ、お化けキャンドルとクックルで登場です。ちょうど HP は2000。風船の灯火と地獄フラッシュお互いね、第3の技が発動する組み合わせで、ミニと僧侶です。さあ、行きましょう。マイナーだな、こいつら。オバドル、ね、お化けキャンドルとクックル。まあ、ミニモンスターチーム。まあ、ミニなんですけど、この二人。まあ、なんて言うんですかね。似てます性質が。お互い、まあ、炎使いっちゃ炎使いなんですよ。クックル炎使いです。はい。まあ、今回は変わっちゃったけど。さあ、行くぞ百裂客爆走行けクックル隊長オラ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 だってよいしょ、なんじゃこりゃなんじゃこりゃ180しか出ねえ。ひにき。ひにき。いやまあ、クックルっていうのはね、本家でもね、別にね、アタッカーってわけではないから、まあ。さあ、裁きのイカづちを。さあ、誰に落とす？せーのって、よいしょ、オーケーしますいいところ落としたね、裁きのイカづち。あ、ダメ老人魚、ちょっと、お老人魚が、うちの老人魚、あー !147 食らったやつはいる。いけ老人魚はいまあ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 、普通の技はこんな感じですよ。次はね、第3の技、解禁された第3の技をね、使いたいと思います。あ、いいね、いいガードって痛いな。君たち防御面ボコボコだな似てるんすよ。この二人、性質が。さあ、ここは裁きのイカづち打って、クックルも、なんかね、オバドルもね、この裁きのイカづちとか、雷に弱いし、氷に弱い点も同じだし、さあ来た！風船の灯火！凄まじい熱気！っていうことは、火炎の息！あ、消えてる。ただの火炎の意見。だからアイスブレスやめろ。氷に弱いって言ったじゃん。おー、避けた。避けたな。避けたな、大事なやつ結構。結構大事なやつ避けたな。打撃はダメだって。打撃ダメなんだって。もう打撃にね、若干弱めな点もね、一緒だし。さあ行け！唯一無二と言ってもいい。地獄フラッシュクックルはね、第3の技でね、地獄フラッシュが使えます。まあ、これはね、珍しいタイプで、地獄フラッシュ使えるモンスターって限られてるんですよ、本当に。そんな中ね、地獄フラッシュ使えるっていうだけでも利点がある。使えると元のそのバックファイヤーなんかよりはよっぽど価値がある技ですね。はい。打撃に弱い点も一緒で、氷に弱い点も一緒で、雷に弱い点も一緒っていう意味でね、この2匹連れてきましたけど。まあ、正確にはちょっと違ってくるんだけど、まあ、大体同じなんですよ。オバドルとクックルって。さあ、オバドルちゃん、風船の投資行くぜ
凄まじい熱気です。うっ、炎が消えちゃった。ジゴフラッシュ使えるのはでも強いよな。ジゴフラッシュ炸裂、いいね。ダメージもいいね。ダメージもまあクックルね、力より賢さの方が高いもんさね。ゾンビパウダーかーい。ゾンビパウダーやないかそれは。出た出た出た、もうルンルンでも見たし、なんでアーケードモードの見なあかんねん。ルンルンでも見た見た。あ、美味しそう。シャーマンがあんなのに追いついちゃったから。あー、後ろからゾンビパウダーをたくさん食べたバーサーカーが来たぞ。おい怪人系。まさにこいつ怪人系。いって、あ、ちょ待って、それやばい、呪われてしまったじゃないんだわ。あーあー、ひでえな、こりゃ。そういや、そりゃあひでえな。あ、普通に来た。まあ、競り負けることはないと思いたいけど、そんな競り負けちゃったら困るからさ。ナイスガード、ナイスガード、素晴らしい。オバドルミニモンスターは耐性の高さが売りっちゃ売りなんだけどね。そういうことになっちゃうか。カブトアリ食らうね、割と。割と食らったな。まあ、賢者のロブ来てるからなんだけど。さあ、行こうか。どんぐらい出る？だいぶ出るね。賢さ低い2体だからな、あいつらが。ジゴフラッシュ炸裂！いいねー。まあ、さすがに大丈夫か。さすがに大丈夫だね。まあ、今回はね、ミニチームと、マイナーモンスターチームと、まあ、マイナーだと思うよ、オバドルもクックルーも。クックルーはね、なんかね、どっかの動画で活躍した覚えがあるんだけど、オバドルちゃんはね、なんか活躍したかなーみたいな感じの子なんで、この動画でね、ちょっと輝いてほしいね。風船の灯火で。おっと、クックルちゃん。クックル隊長。いけー、突進 !100 列キック爆走ー、よいしょー、すぐ走り出す。おー、続くぜ、この動画。やばいのが見えて、やばいのが見えてるって。雷に弱いって言ってんのにさ、その先に待ってんの雷使いなんだけど。さあ、みんなで落としてもらって、まあ、とりあえずハーゴンはスパッと突破したいけど、強乱球、お、ついしてた、あいつ。来た。おー、ガードした、よっしゃー、よしよしよし、杖なんて捨ててるからだ、まったく。黒笛のハーゴンもさ、あんなね、あんなになりやがってよ。黒笛のハーゴンもこの闘神なんですよね。バトルロード系統、アーケードゲーム系統のハーゴンはなぜかムキムキなんですよね。ジゴフラッシュ、ジゴフラッシュ、でも俺シドウに対してさ、ジゴフラッシュのバギーはもうどうしようもないぞ。火炎の息を吐いたーって。あ、いいね、火力はあるからね、まあ一応。あやかしの息。向こうはあやかしの息というわけか。主人公を止まらなければ。あー、そういう。主人公ってか、そうか。動いちゃった。どっちにしろ行くのか。これ、バギーまで。できればつばぜり合いしたいんだけど、まあいいか。指導戦に。指導戦に向けてつばぜり合いをしておきたい。行きましょう。指導のためにね、ちょっとね、オーブ残されるの困るんで、ここで勝つ。いきます。よし、オッケー。まあ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 。とりあえず、指導のオーブを空にしといた状態から始めたい。よっしゃ、オッケー！オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。この状態はでかいよ。で、オバトル？老人形！お前も老人形にしてやろうか！いけ！こん、あ、オッケーオッケーオッケー、順当順当。これはね、死の撃破が見えてきたよ。指導じゃないの？雷ダメっつったじゃん。ちょっとちょっとちょっと、どこですかここは。
おい、マジにダークドリアムって言ってんぞ、おい。おい、大丈夫か。大丈夫じゃない。絶対大丈夫じゃない。やばいって、雷使い来ちまったって。黒ブレで使われなかったからってよ、お前。黒ブレで大して強くねえからって、お前。ダークドリアムやんぞ、出てきよって。そんなお前にはこれだ。ただ、6800を削らないといけないのか。いや、でも、風前の灯火とかの威力は高いから、で、バギマ選んでくれたの賢いね、ここ。これね、どんぐらい出る ?270 か。よし、いいぞ。うわ、こんな、雷弱い2体がさ、こんなん食らったらもう、アーティシラ死ぬで。こんな薄っぺれえようなチームが、さ、こんなダブルリアス受かるわけないじゃん。やばすぎ。さあ、問題はだね、つばぜり合いだね。ダークナイフとつばぜり合いしないといけねえのか。あ、老人形の威力低いからダメ。100ですけどね、そうだね。ジゴフラッシュは多分威力出ない。爆走クックルたちを頑張って、せーの、よいしょ、あここは様子見だな。ここは様子見だな。勇気溜まってんな、向こうも。いけん、会心出してこう、クックルたちを、お前ならいける。この辺りで勇気溜めんのは、ストップさせておきたいな。よし。素直に勝とう。ここで勝ったらすごいよ。マイナー軍団でね、ダークドリアム倒したのは、でもつばぜり合い次第なんだよな。正直怖いな。もう勇気同等だからね。風前の灯火、250ぐらい出てほしい。いけ！風前の灯火、240、よし、まあ。よし、行こう！やるしかねえ！俺はやる！この圧倒的存在に俺は勝つ！来たー！来た！マックス来たよ！マックス来たよ！マックス来たよ！ AB、A、普通に押そう！ AB、普通に押そう！頑張れ！いける！これは勝った！よし！見えてきたよ！ドリアム撃破見えてきたか？来たよ！ドリアム撃破見えてきたか？あとは火力だね。火力が足んないね。とりあえず勇気貯めて、このターンに波動の可能性があるんですよ。だから、もうここで撃っちゃいましょう。下手なことするより。ここで波動撃たれたで、まあ、ラッキーになるからね。さあ、凍てつく波動を引けるかどうか。魔人の方向を引くとやばいことになるからな。さあ、どんなもんだ？どっち来る？凍てつく波動。おーい！おっと、お遊びが過ぎるんじゃないかい？それは少し。これだったら、いけるか？あと2ターンで、1700か。これは厳しいか。でもいけそうでもあるな。頑張って、あと少しだ、いける。風前の灯火、いけ。外しは許されないね。クックル隊長、お願い。百裂客、爆走！会心出してお願い！頑張ってくれ！これは厳しい！はぁー！来たー！ダブルギアスローだ！電撃操船！ダブルギアスロー！やばい！ドーン！さははは！こんなんもん、こんな薄っぺれえ連中が耐えれるわけねえじゃん！やめて！避けろ！避けてよ！一気に押し切りたい！一気に押し切るしかない！どうする？でもバギマだよな。
行くしかねえか、クックルー隊長信じるしかねえか、行こう、頼む、火炎の息、風前の灯火、俺らの HP も風前の灯火、いけるか、え、足りないか、これ足りないか、あ、え、ちょ待って、クックル動いてない、おっと相手の攻撃ちょっと待って、やめろ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 、カメラやばい、やめろ、頑張れ頑張れ、耐えろー、ワンチャンある試合だ。